バールソン軍はアメリカ合衆国テキサス州の中央部東に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は17,187人であり、2000年の16,470人から4.4%増加した。軍庁所在地はコールドウェル市であり、同軍で人口最大の都市でもある。軍名はテキサス革命の将軍かつ政治家だった。 エドワード・バールソンにちなんで名付けられた。バールソン軍は、ブライアン・カレッジ・ステーション大都市圏に属している。1975年から1995年まで、軍政委員会を主催するバールソン軍判事は、ウッズ・アレン・ケイ・パートンとマーク・ステグリッチ・ケイ・パートンの親子が務めた。息子のマークが1975年から1983年まで、軍判事を務め、その後、 父のウッズが継いだ。マークは、軍検察官も務め、ウッズは、アメリカ合衆国土情報全局の元代理人でもあり、コールドウェル独立教育学区の委員を17年間、バールソン病院地区の委員も務めた。ウッズが委員を務めている間に、新しい高校と病院が開設された。ウッズはまた、ブラゾスバレー開発委員会とブラゾスバレー精神。 衛生精神地帯センターの議長も務めた。コールドウェルカブスカウトを設立し、コールドウェルリトルリーグ発展の推進者だった。もう一人の息子であるケント・ケイ・パートンは1981年から1991年まで、テキサス州上院議員を務めた。ブライアンの出身であるケントは、オースティンのロビーストかつ弁護士だった。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 軍域全面積は678平方マイルであり、このうち陸地666平方マイル、水域は12平方マイルで、水域率は1.81%である。コールドウェル市のバールソン軍庁舎の通り向かいにある、プロスペリティ銀行、コールドウェル市にある、バールソン軍トリビューン新聞社、1884年総監以下は2000年の国勢調査による、 人口統計データである、ありがとうございます。